はい、おはようございます。ブッキミジャペンです。今日もよろしくいたします。さあ今日なんですけども、やりました、買ってきました、砂糖のご飯とうなぎのタレ、飯店のことやっていこうと思います。よろしくします。さあ今日もね、コメント紹介からいきましょう。神コメントの三木丸さんです。この日のコメントびっちりスクショ2枚分です。もうね、本当にね、毎日ね大好き、やばい。昨日に続いて、まあ、連日紹介してるコメントなんですけど、この日のコメントスクショ1枚目ですね。毎週日曜にライブ配信やってるんですけど、そのライブ配信終わりにくれてるコメントで、配信中にまあチャットコメントが盛り上がったんですが、スータマのタレご飯シリーズっていうのがあるみたいで、ご飯にうな丼のタレ、天丼のタレ、焼肉のタレとかをね、ぶっかけてるだけの、タレご飯っていうんかな、まあ、それがね、美味しいと。ちょっとね、そのシリーズ面白そうだなと思ってやってみようと思って、昨日焼肉のタレをぶっかけて食べましたけども、今日はレンジでチンする砂糖のご飯用意しまして、こちらにですね、うなぎの本格タレっていうのが売ってまして、これを買ってきてます。まあ、適量ぶっかけてね、ぶっ決めてみようかなと思います。さあじゃあ温めていきましょう。さあできました、見ていきましょう。うわ、湯気出てますね、熱々ですね。新品のやつを、味濃そうだな。ちょっとかけますか。どれぐらいだ、かけすぎ注意。うわ、結構かけたな。でもこんなもん、うおー見た目がすごいな。さあどうですか、この面構え。なんかね、醤油かけたようにも見えるような面構えしてますね。見た目はそこまで、ね、これだけだとテンション上がんないかなっていう感じなんですけども、結構タレかかってんな。ちょっと行ってみますか、ね、いただきます。うわー、うまいけどかけすぎたかな。あれ、うなぎってこんな味やったっけな。あー、ちょっとかけすぎたかな、これ。うまいね、やっぱ。米が熱々だわ。めっちゃかかってるわ。完食。うわ、ペロッといったな。昨日も今日もまあそうなんですけど、特にこう肉が食べたいとかね、うなぎ食べたいってなんなかったんで、それはそれでね、優秀ですよね。タレかけるだけでまあうまさが出るっていうのがいいですね。ちょっとかけすぎたんでね、気持ち少なめがいいかもしれないですね。まあ、美味しかったですね。ごちそうさまでした。さあ最後ね、次回予告です。明日にこちら行こうと思います。これはね、発泡酒ですね。アルコール 6% の分で、朝日から出てるクリア贅沢ゼロってやつかな、があるんですよ。これ飲んだことないんですけど、リクエストが入りました。これは飲んでみたいと思ったので買ってきてるんで、とりあえずね、明日こいつぶっ決めてくんで、よかったら次回の動画もぜひご視聴します。はい、では本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。タレうまかったね。コスパいいかな。オーライサンクス。また使います。